こんばんは、ゴルフプロの三谷です。今日はスイングの形をどう確認するか、これを皆さんにご紹介していきます。スイングした時の形、あとはフィニッシュ、打ち終わった時の形がどうなっていればよいか、これをどうやって確認するか、結構わからないこと多いんですね。最後のフィニッシュの形どうなっていればいいんだろう、自分でイメージしても意外とわからないことがありますので、それをどうやるかっていうのを今日は説明します。それは皆さんにドリルをいっぱいご紹介しているはずですが、その中でも腕の動きを覚える、ここの前腕の回転、これを覚えるためのドリルがあります。このフォーアームローテーションというちょっと聞き慣れない、まあ、とにかく腕の回転です。この動きを覚えるためのドリルをたくさんやってほしいんですが、これを少しずつ大きくしていくと、自然に最後のフィニッシュのところまで振り抜けるような感じになります。こうやってどの形になればいいかというのをただ模索するのではなくて、正しい形をそのままフルスイングに生かして形を確認する、こんな風にスイングの形を覚えていくということです。ですからバックスイングのこのトップの位置もどのような形になればよいかというのも、このドリルをやって少しずつ大きくしていけばこの形が分かりますので、それを確かめた上で、ではその形になるように打ってみると構えます。打ちました。まあ、こんな風にスイングの形、動き、そして上げる位置、どういう形かっていうのは何も情報がないところから模索しても答えは見つかりませんので、どういう風に答えを見つければよいかという、その方法も覚えていくと上達に早くつながっていきますので、ぜひ皆さんもただ思い悩むのではなく、基本の形をすでに皆さんにいろいろご紹介してますので、そこから正しい形を作っていくと、そんなこともぜひやってみてください。これをやる上で一つ気をつけるポイントがあります。それはグリップです。握り方が正しくないと正しい形は作れませんので、正しくない形で握ると腕の形は正しくなりませんし、トップの位置、フィニッシュの位置を確認することはできませんので、それだけは十分注意してやってみてください。このように練習方法やスイングの確認方法、これもすごく大事ですので、やり方をちゃんと覚えて正しい形になるようにぜひやってみてください。綺麗なスイングをぜひ目指して、打った後にかっこいいな、ね、綺麗だな、そんな風に思っていただけるようなスイングを目指してぜひやってみてほしいなと思います。ぜひこの動画も高評価よろしくお願いします。皆さんが上達できるようにいろいろ配信してやっていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では皆さん頑張ってください。さよなら。